いやいよいよね、なんか秋っぽくなってきましたな。日中もね、カラッと乾いてね、すごいいい天気でね、夜はちょっと T シャツじゃ寒いみたいなね。いよいよ秋になってこうね、少し肌寒くなってくると食べ物とか、あとなんかこう音楽とかね、昔のその記憶みたいなのが、まあ食欲の秋とか芸術の秋とかね、言ったものでね、なんかこの季節感がこう人間にこうなんかこうインスピレーションとかね、脳の働きとか、あのそんなのに働きかけるのかなって思いますよね。ちょっとね、今日1本目の動画なんで、 DHA と鉄分とビタミンね、このぐらいにしときましょう今日はね。飲みすぎ良くないからね。最近あの意識高い系ネタがね少ないから寂しいっていうお声をねたまにねちらほらいただきまして、うん、これネタじゃないんですよ、私意識が高いですから、誰よりもね、かなりこのラジ今回一意識の高い男をね自負してますからね。あのね、お土産をね頂戴したんですよ。ちょっとお見せしましょうか。あのね、世界共通の道具です。人類が発明した最も偉大な道具です。よっ、重い重いよ、じゃん。なんすかこれ、これ私飲めって言うんですよ俺ね。これね、ほんとね、これ多分本当に毒だと思うよ私。これね、全国で発売されているこう地域限定のコアコーラの、スリム缶っていうんですか、これが今ね、で私これいただいた時点では知らなかったんですよね。なんだこれ、何よこれ、かっこいいのと思って、これ京都なんですよね、これかっこいいでしょね、超おしゃれでしょ、このコカ・コーラのデザインってね、このモノトーン、まあこれはね、モノっていうかあの赤色だけど、白と赤だけですよ。でこのデザインっていうのは、まあ、世界中が見てね、やっぱ人間がかっこいいって思うやっぱデザインだと思う。すごい世の中に優れたねデザインとかあるけど、コカ・コーラのデザインはほんとかっこいいよね。うん、で、でこれね、もういただいて、何と思って、これ京都の、あ、かっこいいと思ってね、これ多分舞妓さんかな、ね、京都ってこう漢字書いてあって、何これかっこいいと思ってちょっと調べたら、地域で出てると、各都道府県に出てるのかな、なんならで福井もねあったんですよね。福井見たら恐竜ですよ。恐竜ってなんすか。しかもね、かっこ悪い。あ、ごめん、あの福井の人見てたらごめんね、私はこれ主観だからね。このわ、何これかっこいいと思ったのに、最高じゃないって思ったのに、福井の見たら恐竜だもん、がっかりだわ。なんかもうちょっとあったでしょって思うよね。でね、他の地域のやつも見てたら、あのまあすごい、まあよかったらね、ご自分でなんかコカ・コーラスリム缶とかいう風にこう、地域限定とかいう風に検索するといろいろ出てくるんでね、私ちょっとね、あっと思ったのが、あっていうかね、徳川のあれ、徳川のやつだけ、他の全部が赤と白だけなのに、徳川だけゴールドなんですよ。なんだそれと思ってね、何よと思ってね。まあ、とりあえずこれ1個ね、私の後ろの背景のコレクションにね、あまりにもおしゃれなんでね、ちょっと入れようかなと。思いますわ。で、せっかくいただいたんで、まあ、1本いただこうかなと。あのね、コアコーラを私ね、いつ最後も飲んだで記憶がない、多分ない。だからもう10年後、いやもう本当、いやもしかしたら1年前とかに飲んでて記憶にないだけかもしれないけど、この純粋なあのゼロコーラはね、よく、まあ、よくっていうか、あんまり炭酸得意じゃないから、まあ、たまにね、口にする機会があるんですけど、この、リアルコーラっていうの？リアル毒？コーラをね、飲んだ記憶がもうないかな。
まあ、なんでせっかくなんでいっぱいあるんでね、一本頂戴したいと思います。久々ですわコーラ飲むのね。あそうそうそう、でこれごめん飲む前にこちらねあの CD なんですけど、あのねこれいただいた方が、京都の方でね、もうなんかね本当バイタリティのね塊のような人でねもう私圧倒され、私みたいなこうで社会の底辺の小市民はもう圧倒されまくりでしたわこれバンドの名前になるのかな、これアルバムの名前になるか分かんないですけど、メガザル69というね、はい、メガザルってあれですか、ドラクエの呪文ですかじゃあちょっといただきますね。おおびっくりした、パンパンだったわうわコーラだわ、なんかもうね匂いが、なんか昔食べたコーラのグミあるでしょ、なんかもうあの味が匂いでしちゃう感じ。もうね甘すぎて苦いわみなさんこんにちは、ガガの高橋です。今日はですね、まあもうねほぼ雑談しちゃおうかなと思ってますね。まあ雑談って言っても私がちょっとねあの最近気になったこと、記事というか気になったことを一つと、あとご質問があるんですけど、まあもうちょっとねダラダラともう時間気にせずにちょっと話していきたいと思いますので、もしお時間あったらねゆっくりお付き合いいただけましたら嬉しく思いますね。まずね最近ちょっと思った私面白かったなっていうんで、あのラブ R シーカーのラジコさんね、最近ちょっとね更新頻度がね落ちてしまって残念なんですが、たまにね更新されてますよね。まあねネタを作り続けるっていうのはね本当難しいことですし、あの初心者さんに向けて言いたいことっていうのはね、あのブログでずっと残っているっていうのもあって、それでもね面白いお話を定期的に取り上げてくださるので私はね楽しく拝見してるんですけど、一番最新のやつですね、まあ、結構前なんですけど、 RC カー業界改造計画かっこ人々が熱狂できるラジコンを生み出してくれというやつ、これね内容はご自身で、ね、読んでいただきたいんですけど、まあねかなり毒舌で面白い私もちょっとここまで毒舌言いたいなって思うぐらいね、どこまでのね毒舌がね世に受けられるかぐらいもねちょっとこう追い込んでみたいね気もするぐらいですね、面白かったですね。まあこの内容のことに関してね細かくは言わないでおきますけど、まあこの内容を見てねよかったらね見ていただいたのが、結局このラジコさんは、まあ、TC01 という題材を使ってですね、なんかもう本当に革新的なものが欲しいと、もうもっと世の中が熱狂するものですね、まあ、既存にあるものを取ったつけたとか、結局既存の形のラジコンカーではなくてね、もっとなんかもあからさまに視点と方向性、ね、角度が違うものを、まあラジコさんも多分ねそう思ってるんだと思いますが、まあ私のこういう関係とかねお話しするにやはりね同じことをね思ってる業界の方かなり多くてですね、まあ、制約としてね RC カーという制約の中に行くんであればですよ、まあ、4輪ないし6輪、まあ実車のスケールダウンモデル、競技モデルのスケールダウンって考えたりすると、まあ、結局、まあ、実車がそうであるように、まあ、実車なんかでももうこの先どうなるかっていうと、もう空飛ぶしか走るもんは空飛んだりとか、そのまま水の中潜れたりとか、まあ、そういう方向にも行くしかないのかなって。最終的にあのバックトゥーザフューチャーのようにね、あの飛ぶっていうのがね、多分人類のもう理想というか最終形態なんじゃないかなと、乗り物としてね、うん、まあ、ラジコンカーはね別口でね飛行機とかドローンっていう産業とかはありますけど、まあ、カー電動カー、まあ、エンジンカーも含めてカー車に限っていくと、方向性としてねただ操縦して楽しむ、俯瞰で操縦する、私この間ちょっと取り上げたね中に乗るのとかもそうですし、まあもうラジコンじゃないじゃんって思うかもしれないですけど、そういう冒険があってもいいんじゃないかなと、なあじゃあなんかアイデア出せよって言われるかもしれないですけど、それ出ないですよ、それバカだから私みたいなね平凡な小市民のねこんなない頭には無理ですよ。だから頭のいい人は、ね、世の中いっぱいいるんだから、ちょっと考えていただいてね、何かこううわーって心躍るもの、うわーってね、TC01 に関して私ちょっと一瞬思ったんですけど、これはねラジコさんと私は同意見で、あれがねいるとかいらないとかね、そうじゃないっていうわけじゃなくて、
どうしてもそのちょっとブレイクスルー感を期待していた部分っていうのは私もあるんですよね。まあ、ところがやっぱりそうではなかったと。そのもの、あの TC01 を否定しているわけではなくてね、何度も言いますけど、あの期待していたブレイクスルー感はちょっと感じられなかったというのがね、ね、実写が、ね、世の中の実写がモータースポーツとかね、に興味が薄れてきている現状ですね。今このラジコンカーというホビーの中でね、まあ、でこの人間が面白いメカとか奇抜なもの、最近あのスダピョンね、スダピョンが挙げたあのなんだっけ、ミニ四駆にモーターが6輪ついてとか、ね、あんなすごい、私も見た瞬間、うわこれは来てるわと思って、ね、これ内容も興味あったし、当然私も見たし、これ世の中は多分バズるだろうなって思ったら案の定ですごい伸びてますよね。あ、はっと気づいたら30万いってて、もうなんか 何日かしたらもう50万超えてて、100万超えていく、すごいバズりになるだろうなと。で、やっぱそういうものに対して人類はやっぱ興味はあるんですよね。間違いなく。なんかそういったものを、それは走りの面なのか、メカ的なもんなのか、気候的なものなのか、このラジオコントロールシステムの抜本的な改革なのかわからないけど、やっぱね、人類がメカに興味をね、失った。とは思えないから、面白い視点でね、この世の中が目が離せないカテゴリーとしての RC 化ですよね。スポーツじゃなくてもいいです。 RC 化という存在に世の中が目が離せなくなるような、何かね起きたら面白いなって、なんとなく漠然とね、まあ私はね、そのラジコさんの今回の記事を読んで、私なりの解釈というかね、私も同じような感化される部分があったというお話をねさせていただきました。ご質問をね2つほどお答えしていきますね。いつも YouTube を楽しく見ています、ありがとうございます。質問なんですが、ウエイトの話ってどこに過去にありましたっけ、どんなところにどんなウエイトを乗せればいいのか教えてくださいということですね。これね1個ありましたわ。大人の方ですな、だいぶな。コロナ禍や近くて遠いレディオガガ、ありがとうございます。これはあれですかね、あ、なかなかね、これ今で言うと、これコロナっていうのはもう季語として捉えてもいいんじゃないかなと私は思うんですけどね。近くて遠い、近いというのはこの動画を通じて私を身近に感じていただいてるってことですかね。ですが物理的にも遠かったり、やはりこの方がねどういうスタンスかわからないですけど、サーキットに入る敷居の高さであったりとか、実際こう新しい環境に入っていくっていうのはね、勇気のいるしストレスのかかることですから、そういった意味も含めての遠いという表現をしていただいているのか、心に染み入る秋の一句でした。どうもありがとうございます。で、本題ですね。本題ね、多分ねこれを見て思われたんじゃないかなと思うんですけど、これねレディオガガの、うちの最近ねネットショップで販売しているレディオガガオリジナルセッティングウェイトです。これね案外初心者さんから確かにねこのような質問、あの問い合わせとか、これを見て何これみたいな、何使うのって多いんですよね。で、私たちからすると、そうなんだっていうぐらいごく自然に使っているものなんで、そういう質問が来るっていうのはやっぱりまだまだ浅はかだなと、認識が浅いなと、初心者さんの気持ちに全然歩み寄れていないなってね思う次第です。で、このセッティングウェイトなんですけど、これ何に使うかっていうと、大きく大別して2つですね。1つは単純に重量ですね。重量をレギュレーション、決まり、規定があります。レースなんか出るようになってくると、例えばツーリンカーですとね、最低重量、全装備最低重量を 1400g 以上にしてくださいとかね、1500以上にしてくださいとか、そういう規定があります。やっぱり何でもありになっちゃうと、規定を設けないと、本当何のことかわけわかんなくなっちゃうので、やっぱりレースには規定というものは、いろんな幅であったり前高であったりね、あとウイングの大きさであったり、こう全長であったりね、さまざまな規定があります。その中での一つとして重量の規定も当然重要なポイントとしてあるんですが、そういう時にこのウエイトを乗っけて帳尻を合わせてあげるということですね。まあね、軽量化軽量化っていうんですけど、軽量化っていうのはただ軽くすればいいってもんじゃなくて、重量バランスを取りたい、自分で調整したいために一旦軽量化するという考え方もあるんですね。これがまあ2つ目の使い方なんですけど、このラジコンカーってね言っても
さっき言ったように、ね、1300とか1400とか1500とかすごく軽いですよね。それが、ね、60キロ70キロ簡単に出る、場合によっては100キロ超えてくる大変なことなんですけど、そうなってくると、あ、ドリフトもそうなんですが、重量バランスってものすごく大事なんです。でそのどこに重量バランスを持っていくかによって動きっていうのがすごく大事になってくるんですね。一旦軽くしてウェイトを乗っけてですね、それで車の動きを整えていく、自分の好みの動きに近づいていくっていう役割として、もう競技をやってる目線からするともう短すぎて当たり前すぎる存在なんです実はね。まあ、一応ねご質問のお答えとしてはこんな感じになりますからね。まあもう一個はね、こうレディオガガのこのちょっと開けましょうか、これセッティングウェイトね、かわいい、自分で言うのはそれかなりかわいいんですよ、これマジでかわいいんですよ。このガガのマークはね、これうまく取れるといいんだけどね、乗っててね、これコレクションアイテムとしてもね、ぜひお使いいただけたらと思いますじゃあ次のご質問いきましょうかね。これ最後に、さすがに長すぎるんで最後にしちゃいましょう。ちょっとこんな感じでね、長い感じでダラダラとご質問コーナーっていうのね、昔やりましたけど、そんな感じでちょっとねまた復活させていきたいかなと思っています。最初にね高橋の雑談から入り、あとご質問をいくつかお答えしてという感じをねちょっと作っていこうかなと今思っていますね。最後の質問いきますね。高橋さん質問です。いつも楽しく拝見させていただいている電動初心者です。どうもありがとうございます。エンジンの人はなぜ暴走族のようなアクセルの煽り方をするのですか。車の強度は乱れないのですか。なるほどね、パン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 でしょ、パン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 でしょあれでしょ、なんか、噂によると千葉とかね、茨城とか福岡の方にねまだ大勢いらっしゃるというね噂の、まあ、福井もやっぱ言うても田舎なんで、やっぱりね結構まだね、まあ、そんなさすがに最近さすがに減ったけど、やっぱゼロじゃないかな。うん、私たちがね若い頃っていったら暴走族全盛期でね、もうすごかったですよね。まあそんな話はねさておきね、あのエンジンカーね、確かにバン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 って煽りますよね。これなんで煽るか、ね、私が分かる範囲でお答えでいいですか。私ちょっとそんな深くないんで、私が分かる範囲でお答えすると、あのね、電動と違ってエンジンカーっていうのはエンジンの回転数を落としてしまうとまた上げるのが大変なんですね。高回転を維持したいんです。でクラッチというのがついてますよね。で電動カーはクラッチじゃないですよね。もう離せばニュートラルでそのまま止まることができますけど、エンジン止まるわけにいかないから、止まってもねエンジン演奏しないようにクラッチがついてるわけなんですけど、で私のもしね、私の81の動画を見てくださってて、私の煽りパン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 ってやってるのは、あれはダメな煽りなんですよね。あれはクラッチにも入っちゃった後にパン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 ってやってる、なんだろう、あれはね多分電動煽りなんです。どっちかというと電動はトラクションをかけ続ける、荷重をリアに乗っけたりリアタイヤに仕事させたいからパン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 って煽るっていう仕草が結構バギーだと多いのかな。オンロードでも低グリップだとやったりする、その煽りとエンジンカーの煽り、この間私ね81の撮影で分かったのが、シモさんですね、あのもうレジェンドドライバーのシモ高垣さんですけど、インフィニティのね、あのシモさんの煽りっていうのは私と明らかに違って、どうもねクラッチに入らないところで煽ってました。ウォーンって言って、そしてここぞで回転数を下げないんですよね。で、あ、間違ったらごめんなさいねって、私はそう感じただけですよ。でここぞという時に回転数を上げたところでクラッチにつないで、高い回転数のままクラッチにつないで、そして立ち上がっていくっていう感じになりましたね。で、まあ、あとね、私のちょっと良くない煽りと下さんの本当の煽りっていうの違いありましたけど、まあ、いずれにしても私の良くない煽りにしても何もやらないよりはエンジンの回転数はまあ落ちないんでね、一つには回転数を落としたくない、もう一つにはあと音が大きいから目立つんだと思います。あの電動カーもかなり煽ってます。わーわーわーって煽るときはすごい煽ってます。それは、煽るのがすごいとかすごくないじゃなくて、シチュエーションによる使い分けですね。超ハイグリップコースの12分の1とか、超インドアのグリップ材に乗ったコースだと煽りっていうのは無駄になったりするから良くない場合が結構あります。ところが
グリップが低い屋外コースだったりすると煽りが有効だったりもしますね。あとまあスタイルによって違ったりもしますので、どっちが正解というわけではないんですけど、もちろん両方使い分けるのは多分理想だと思うんですけどね。エンジンカーですね、回転数を落としたくない、そして、単純に音がうるさいが目立つ、この2つだと私は思ってますね。まあ、またちょっとねそのあたりはどういう煽りなのかっていうね、私せっかく今いい環境でね8時やらせていただいてるんで、三浦さんなり下さんなりにね聞いておきたいと思います。はい、じゃあ今日ですね、ずいぶん長くねだらだらとお話しいたしましたが、ね、このような形でねご質問コーナー初期の頃結構やったんですけど、まあ、長い感じでね、まあ、まとめてお答えするようなだらだらとした動画を、撮っていきたいかなと思っておりますので、ご質問の方もこの形ならちょっと普段ならお答えしなかった、一本の動画にはちょっとできないけどっていうようなご質問もお答えしていけるかなとも思いますので、ぜひご質問もお待ちしております。それではですね、今日の動画良かったと思っていただけましたら高評価をお願いいたします。非常に励みになります。またチャンネル登録ですね、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。